国家神道。国家神道は近代天皇聖火の日本において作られた一種の国境制度、あるいは祭祀の形態の歴史学的概念である。皇室の所仙神とされるアマテラス大臣を祀る伊勢神宮を全国の神社の頂点に立つ、総本山とし、国家が他の神道を特別して管理した神社神道、神社を中心とする神道を指すモデル。 1945年の GHQ による神道指令において国家神道の廃止が命じられており、国家神道という言葉はこの時に初めて使用されて広まったものである。国家神道は、抗議には神道的な実践を国民統合の支柱とするもの、教義には宗教とされた教派神道に対して神社非宗教論の立場に立ち、 内務省神社局によって統制されたものを言う。国家神道の定義によっては、内務省が神社を干渉する以前の人事官、教部長による神社行政も含まれる。第二本帝国憲法では、文面上は、信教の自由が明記されていた。しかし、政府は、神道は宗教ではないという貢献法解釈に立脚し、神道、神社を多宗派の上位に置くことは、 憲法の信教の意図は矛盾しないとの公式見解を示し、また自由権も一元的外在制約論で法律及び親民の義務に背かぬ限りという留保がされていた。宗教的な信仰と神社と神社で行われる祭祀への敬礼は区分されたが他宗教への礼拝を一切否定した完全一神教の視点を持つキリスト教徒や厳格な政教分離を主張した。 浄土新宗との間に圧力温ん面もある。第二本帝国憲法第二十八条の条文では、日本新民反映秩序を冒けす及び、新民たるの義務に、せかさる言にお手信教の自由をありすとなっていたが、この新民たるの義務の範囲は、立法段階で議論の体となっており、起草者である伊藤博文、井上武氏は神社への崇敬は、 神民の義務に含まれないという見解を持っていた。昭和に入ってから三延達吉や神社局には、神社数計を憲法上の神民の義務ととえる姿勢があったが、内務省の公式見解として示されることはなかった。1889年の文部省訓令第12号、一般の教育を、して宗教外に独立せしむるの源によって、管理。 私立のすべての学校での宗教教育が禁止され、宗教ではないとされた。国家神道は宗教を超越した教の基礎とされた。翌1890年には、教育直後が発布され、国民道徳の基本が示され、国家神道の事実上の教典となった。国家神道は、宗教、政治、教育を一体のものとした。時代により、政府による国民への、 神社崇拝の奨励の度合いは異なった。韓国兵舎は内務省神社局が所管し、新たな韓国兵舎の造営には、抗金が投入された。万世一系、新政府家臣の天皇が日本を統治すること、国家の中心に存在する天皇と国民との間に、伝統的な強い絆があることを前提に、全国の神社は仁義官のもとに組織化され、諸制度が整備された。 当初、全国の神社はすべて勧誘となり、全神職は、管理、神官となった。だが、制度に未成熟な部分があり、神官と呼ばれる管理としての神職は、伊勢神宮に奉仕するもののみとなった。韓国兵舎の神職には、関東を廃止、以下、君党を付与した。その多くは、犯人待遇としたが、一部は、総人間待遇、高等官とし、ジョイの恩典も与え、 退職後の恩給制度も整備した。尊者以上の社格の神社の霊祭には、地方間の法兵が行われ、上級神職による神壮祭等の宗教的な活動を政府が厳禁し、一種の国教的な制度であったとされる。第二次世界大戦後、GHQ により、神道指令、口述が出され、国家神道は解体へ向かったが、国家と神道をめぐる、 政教関係については論争が続いている。国家神道の語彙は第二次世界大戦前より存在し、議会や神道学、内務省、陸軍省などでは国家神道及びその同義語を用いている例が見られる。ただし、共派神道の神道各派から区別された神ながらの道は特に国家神道とも呼ばれるが、法律家や行政実務家は 以前からそれを神社と呼ぶのが例であり、国家神道の語は、政治家や内務省、その神社局、陸軍上層部、神道学などの場での専門用語であって、一般民衆に流通した語彙ではなかった。現在では、神社の語彙が変化しているため、神社ではなく、国家神道の語を用いるのが通例である。応仁の乱により、律令制の下で神社を干渉した。 神技館の庁舎が消失し、以来吉田や白川白王家が指定を神技官内として祭司と神社官渉を継続していた。特に吉田家は自社ハットの制定によって江戸幕府より神社官渉を公認され支配的な勢力となっていた。幕末になると黒船来航などの外交問題が発生し、朝廷と江戸幕府は全国の有力者辞に 上位の祈願を行い、また民間では国学の流星から国難打開のために人議官再高論が浮上していた。特にペリーの来航について幕府は直に朝廷に相問し、以後も幕府は外交問題について朝廷の判断を仰いだため、朝廷の権威が次第に高まるのと相対的に幕府の権威は低下し、尊王上位思想、倒幕運動と 相まって、大政奉還及び王政復古の実現へと繋がった。大政奉還の後、1868年1月3日の王政復古の大号令によって、明治維新が始まった。平田厚影の思想に共鳴した、平田派の浸透家たち、また岩見津和の藩出身の国学者たちは、明治維新の精神を、神武創業精神に基づくものとし、近代日本を王政復古による、 再生一致の国家とすることを提唱していたが、王政復古の大号令には、王政復古と人務創業の語が見え、従来理想として唱えられていた、王政復古と所持人務創業の死に払くことが、実際の国家創生に際して、現実性を帯び、満期後一新のスローガンとして、公的な意義を持つようになった。明治政府は新政府樹立の基本精神である、再生一致の実現と、 開国以来の治安問題に発展していたキリスト教流入の防御のため、律令制の崩壊以降を衰えていた神義官を復興させ、中世以来混沌とした様相を見せていた神道の組織整備を行った。1880から1881年の論争。東京の日比谷に設けられた神道事務局神殿の祭人をめぐって、神道会に激しい教理論争が起こった。 神道事務局は、事務局の神殿における祭人として、造花、三上、雨のみ中主の人、高見結人、上結人と天照大臣のよ柱を祀ることとしたが、その中心を担っていたのは、伊勢神宮大宮市の田中頼恒ら、伊勢派の神官であった。これに対して、千下高富を中心とする、出雲派は、有権一にお掲げ、祭人を、 多くに主大臣を加えた五柱にすべきとした。伊勢派の中にも出雲派支持者が多く出たが、伊勢派の幹部はこれを危惧し、明治天皇の直裁により収集した、新党事務局神殿は、九中三殿の遥か拝殿と決定、事実上の出雲派敗北。政府は、神道に共通する、競技体系の創造の不可能性と、近代国家が、復古神道的な教説によって、 直接に民衆を統制することの不可能性を認識したと言われている。1919年、朝鮮人宮の造営に際して政府は、明治天皇とアマテラス大臣とを祭人とした。これに対し、国学者、鴨モノマブチの末裔で、安国神社三代目宮寺の鴨百獣は、朝鮮民族の祖神の断君も待つべきであると主張した。国家神道は、 宗教ではないとする説と宗教であるとする説がある。非宗教説は継信を国民の義務とし、この義務は道徳の範疇にあるので、神社、軍隊、学校、観光庁などにおける継信は宗教ではない、また神道は教義が存在しないため宗教ではないという説である。一方、宗教説はこの理屈を近代国家の体裁を整えるために、 信教の自由を認めることと、神道に基づく天皇崇拝の強制を両立させるための基弁とするものである。神道は国家の創始であって宗教ではないというのが政府当局の見解であった。行政上も1900年、明治33年に内務省社事局から神社局と宗教局に分離することにより、神道とその他諸宗教を明確に区別した。 戦前の上智大学では、神道は非宗教であるという理論で、クリスチャンでも神社参拝が可能であると説明していた。明治政府は天皇をトップとした社会構築にあたり、国民の精神的支柱として神道を採用した。五家条の御聖門も天皇が神に誓うという形式を採用した。 比喜正晴は世界には言語による競技表現を軽視する宗教もあり、比較宗教学や文化人類学の成果を用いることによって困難なく抽出可能であるとして以下のようにまとめている。そして検証競技に埋め込まれた侵略への動員という政治目的を聖戦競技、英霊競技の宗教的トリックで粉飾するものと指摘している。また。 国家神道の協議の中心を天皇元人心思想や万世一系思想とする意見もある。柳川圭一は以下の4点を挙げて国家神道は明確な協議を有していたと指摘している。事業の目的は荒廃した少子や因子を廃止、統合して国家の祭祀として神社の尊厳を高めることにあった。また、地方行政の合理化という側面もあった。 一方で、地域の氏神信仰に大きな打撃を与えるなどの理由で反対意見も多く出された。民族学者、博物学者の港熊楠は、日本及び日本人などで10年間にわたって反対運動を行った。広大な面積の珍珠の森を失ったことも弊害の一つだったと言える。そのため、神社が保有する森林を材木として財源にする。 狙いもあったと言われるようになる。明治初期において、神霊の憑依や、それによって、託戦を得る行為、聖神信仰などが低俗なものや迷信として、否定され、多くの民族行事が禁止された。そのため、出雲神道系などの信仰が偏強な解釈により、大きく後退した。また、神社の祭神も、その土地で古来から祀られていた神々ではなく、古事記。 日本初期などの高等府につながる神々に変更されたものが多い。そのため、地域での伝承が途絶えた場合にはその神社の古来の祭神が不明になってしまっている場合がある。柏原神宮、平安神宮、明治神宮、大江神宮などの天皇や皇族を祀る神社や、港川神社、安倍の神社、四条な手神社など、県務政権、南朝を支えた、 中心を祀る神社、県務中高15社など、県訓神社や常磐神社など戦国時代から江戸時代における大名を祀る神社が数多く造営された。安国神社は国家からの免税、再資料の支給、毎年の寄付金の交付、皇室よりの貸金など特別な優遇を与えられた。神社についてその法人格を具体的に規定した法令は、 存在しなかったが、行政上の運用や判例によれば、神社は財産権の主体であり、の性格を有するものとされた。各神社は国家が管理する大庁の一種である神社名細庁に登録された。台湾、朝鮮、南洋諸島などの外地にも神社が建てられた。これはもともとは外地に在留する、日本人が自分たちのために建てたものであった。 外地の神社建流にあたり、多くの神道からは、現地の神々を祀るべきだと主張したが、政府は同意せず、欧米列強の植民地へのキリスト教伝道、土着信仰の残滓の払拭といった発想と同様に、多く、明天皇、アマテラス大臣を祭人とした。これは、明治政府が宗教勢力を完全に国家の従属化に置き、宗教勢力の移行政策立案過程から、 排除することに成功した先進国の中でもけうな世俗政権だったこともしているが同時に、これら時期を逆説的に新道の暗黒時代とする意見の根拠ともなっている。外地に混流された主な神社としては、朝鮮神宮、台湾神宮、南洋神社、関東神宮、唐太神社、唐太は後に1943年内地編入、などが挙げられる。台湾については、 台湾の神社を参照。古来より天皇の神格性は多岐にわたって主張されたが、明治維新以前の尊王上位、東博運動と相まって古事記、日本書紀等の記述を根拠とする天皇の神格性は荒人神として言説化された。また、福場義寿ら津和の破国学者が構想していた再生一致の具現化の過程では、天皇が 神道を司る一種の教師的な存在としても位置づけられた。幕府と朝廷の両立体制は近代国家としての日本を創生していくには不都合であったが、ゆえの倒幕運動であり、天皇を中心とする強力な君主国家を築いて行きたい。明治新政府の意向とも一致したため、万世一系の天皇を再生の両面で頂点とする思想が形成されていった。 具体的な国民共同に失敗した宣教師が廃止された後、新仏児合同で行われた教部省による国民共同では、敬心愛国の胸をから出すべきこと、天地人道を明らかにすべきこと、皇上を包帯し朝さむね、調子、天皇の命令や指示を遵守せしむべきことの三つ、三条の教則が設定された。この三条の教則をめぐる解説書は、神奈川記録文の 三足教の生み1873年など、多数が出された。これらの中には、真尊だから現人心と称したてまつるとする例が、複数存在した。また、教部上廃止以降もその思想的展開として、東京帝国大学で宗教学を講じた加藤源地は、我が国体の本に、1912年で、現人心とも申し上げておるのでありまして、 神より一段低い神の子ではなくして、神それ自身であると述べている。憲法学者で、東京帝国大学教授の上杉新吉の、行動外説、1913年、国家学会雑誌27巻1号は、概念上神とすべきはただ天皇と述べ、これが、昭和初期には、陸軍の正党憲法学説となっていった。陸軍中将、石原漢字は、次長、 最終戦争論、戦争史体感、原型は1929年7月に中国、長春で述べた、講和要領中で、と述べるなど、昭和維新運動以後の軍国主義の台頭によって、天皇の脅しを借りた軍部による政治介入が頻発した。満州事変は、この石原の最終戦争論に基づいて始められた。GHQ による神道への危険視は、 新国、原人心、聖戦などの思想が対象となっており、昭和天皇が1946年に発した新日本建設に関する証書、通称人間宣言もこのような背景で出されたもと考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。